小又川キャンプ場から2時間30分歩き、登山口に到着しました。今日は五麻団山へ登ります。竜神岳山頂に到着しました。標高は1382メートルです。竜神岳山頂からの眺めです。五麻団山山頂に到着しました。標高は1372メートルです。五麻団山山頂からの眺めです。五麻団山と御箱岳が見えます。御箱岳山頂に近づいてきました。御箱岳山頂からの眺めです。御箱岳山頂からは五麻団山を眺めることができます。大俣に到着しました。野瀬川温泉まで歩き、今日の山歩きを終了します。今日は野瀬川温泉から高野山まで歩きます。平辻から朝日を眺めています。すすき峠に到着しました。高野山まで歩き、今日の山歩きを終了します。